こんにちは、袋歯科医の袋です。本日のご質問です。子供の歯並びについて、現在小学3年生の子供、息子のことで相談します。2歳頃から検診で反対咬合を指摘されていましたが、毎回全部生え変わってから歯科医に行くといいと言われていましたので、今までそのままにしていましたが、上の前歯、永久歯のすぐ隣の歯が2本、一度に内側から生えてきてしまい、今抜けたまままだ生えてこない犬歯が生えてくるとますますガタガタの歯並びになると思い近くの歯科医に相談しました。しかしそこの歯科医は矯正にはもう遅い段階に来ているということ、息子の反対咬合は上の顎が小さいためということで、歯並びの前に反対咬合をムーシールドというもので1年くらいはめてからということでした。その後小矯正で息子の場合5箇所、金具を完了するまで高校3年くらいまでつけるということでした。前置きが長くなりましたが、この治療法に疑問はないのですが、やはり小矯正を5箇所もつけるとかなりの金額になってしまい、子供が多い我が家ではとても踏み切れずにいます。歯並びや噛み合わせが悪いと、しかも今すぐしないと体や精神面で影響が出るということを歯科医からも言われ、ネットを見ても書いてあるので、悪くなるのは分かっているのに治療してあげられないのかと責められているようで、踏み切れない自分にすごく罪悪感を感じています。やはり無理をしてでもするべきでしょうか。一般の矯正はもっと高くなるようですし、審美歯科も歯を削るのがいいのか疑問もあり、せめて反対咬合だけでも直しておきたいのですが、反対咬合だけでいいとこちらから言えるものでしょうか。また、完了するまできちんとすれば戻ることはないものなのでしょうか。いろいろ書き、質問もいろいろとしてしまいましたが、よろしくお願いいたしますということです。まず、状況の確認なんですけど、検診の時に、歯科医に全部永久歯に変わってから受診するようにと言われたとのことですけど、まあ、歯医者さんもいろいろと言いまして、まあ、おそらく矯正に関してはあまり知識のない先生、まあ、年配の先生とかが当たられてしまったのかもしれません。そういった面では残念だと思います。ただ、歯の土台となる歯槽弁の拡大っていうのは、まあ、小学校3年ということですので、その頃でも、十分間に合うような気がします。あまり気を落とさないでください。即応の試験、検視から小級歯は、まあ、8歳、9歳ぐらいで行うとされていますので、ちょうどその時期です。即応の試験、検視から小級歯を、今から拡大するということですから、十分間に合うと思います。反対咬合の時にムーシールド、ムーシールド、こんな装置なんですけど、こんな装置を使うというのは、非常にいい考えだと思いますし、小矯正装置の値段自体も、それほど高くなくて妥当だと思いますから、治療の内容も悪くないと思います。しかし、まあ、矯正治療自体はお金かかります。もちろん患者様の経済状況も、治療内容を決める上での、重要な因子ですから、それをお聞きした上で、治療に入らねばならないというのは歯医者の方の、問題です。まずは反対咬合の治療だけを行いたいことっていうのでも私はいいと思います。また定期的にどうなるか見ていただくことができるかどうだかどうかなど、そのかかりつけの先生ですね。新しいのかかりつけの先生にお聞きしてみてください。その内容あるいは金額に合った治療法を、その時点で考えてくれるのではないでしょうか。以上のようなお答えになりました。